んでる妹はこの世の宝だ。開始早々うぶぬしきもいな。今すぐ YouTube やめてくれ。朝ごはんまだって早速怒られてるよ。おーおー、こんな可愛い妹のためになら狩りをしてきてでも作ってあげるよ。絶対遅刻するわ。ここはがっつりでしょ。へぇ、もう失敗してるじゃねえかよ。お兄ちゃん失格だね。もうこの子は本当にツンデレだな。和食にしてあげるよ。おーおー、なんて可愛い妹なんだ。学校まで送ってほしいみたいだよ。何を言ってるんだこの子は。こっちは最初からそのつもりだよ。ちょろい兄貴だな。ここはやっぱり車でしょ。渋滞にはまったな。めっちゃ妹切れてるよ。やっぱりお兄ちゃんといえばバイクでしょ。たあ、なんて幸せなんだ。うぶ主のせいでこのイラストのお兄ちゃんまでキモく見えてきた気が。あれ、やっぱ学校行きたくないんだって。うぶ主どうする。ここら辺で男らしさを見せることで頼りになるお兄ちゃんだとキュンとしてもらえるかもしれない。ここはあえて怒るって。あれー、うぜんだよ。わくさ、妹ちゃん強いな。これは二つの意味で大ダメージだ。妹よ、誰だってそんな日もあるさ。よし、今日はお兄ちゃんも仕事サボるぞ。えへへえへへ、やばい、ついに壊れた。デートだってさ。プールかゲーセン、どっちで遊ぶ。プールと言いたいところだが、またビンタされるのが目に見える。俺は失敗から学習するんだ。この問題完全に読めた。ゲーセンで UFO キャッチャーでぬいぐるみを取ってあげて。お兄ちゃんだー、アイスキルートだー。妹にガキかよって言われてるぞ。よくここまで外せるね。